先日動画にしたこちら、やさぐれメタルから来た3万人祝いの件なんですけれども、このねお手紙ね、 YouTuber 登録3万人おめでとうございますということで、私は登録してる YouTuber の数は100人もいってませんから、まあこれも嘘なんですけれどもね、3万人も YouTuber 登録するっていうのは難しいですから、まあなのでその辺も踏まえてですね、ちょっと謎が多すぎる今回のこのやさぐれメタルさんからの、まあ、初払いで届いたお荷物なんですけれどもね、その詳細について今からちょっと業者さんにお電話していきたいと思っております。はい、でございます。あ、すいません、はい、先日ですね、初払いで、冷蔵の数の子が届いたんですけれども、その件についてちょっとお問い合わせのお電話させてもらったんですけれども、ありがとうございます。すいません、お名前よろしいでしょうか。小川亮と申します。小川亮様、少々お待ちください。担当の者に代わります。はい、お電話変わりました。小川亮様でしょうか。あ、はい、そうです。はい、数の子の件でということなんですけれども、はい、数の子が先日届きまして、はいはい、で、こちらちょっと送り主様が分からなかったので、ちょっとどういった内容で発注受けてるのかなと思いまして、岡村亮様ご本人でご注文いただいたわけではないということですか。あ、私は頼んでないです、この数の子は。はい、あ、かしこまりました。そうしましたらちょっとお調べさせていただきまして、はい、1箇所電話させていただいてもよろしいでしょうか。あ、はい、お願いします。お電話番号のはこちら4人の携帯電話でよろしいでしょうか。ん、ちょっともう一度よろしいですか。ご登録いただいているお電話番号が428のお電話番号で、ご注文いただいているんですが、いや、ちょっと誰のお電話番号かわからないですね、それは。そうしますと、ご注文者様の可能性もあると思うのでお調べいたします。小川亮様のお電話番号をお伺いしてもよろしいでしょうか。折り返しお電話させていただきます。はい、089-904-2634です。はい、すぐにお返しお電話していただきます。はい、はい、お願いいたします。はい、失礼いたします。はい、失礼します。はい、ですね、今の段階でかなり不穏な空気になってきましたね。怪しい雲行きになってきました。はい、登録されてた電話番号が全く僕の電話番号でも何でもない番号だったので、まあ、それも含めてちょっと怪しいですよね。はい、まあ非常に疑問なのはこれがですね、なぜ入れることができたのかですよね。この業者さんが直接発送したのであれば、この手紙って入れれるのかなと思って、ちょっとその辺もね非常に謎が多いので、はい、ちょっと謎が深まるばかりですね、この件については。受付日は2022年の9月16日になっておりまして、お届け予定、指定日がですね9月の17日になっております。はい、数の子1キロということで、届いております。はい、金額とかそのような情報は一切ない状況でございます。あ、岡村亮様でしょうか。はい、そうです。あ、申しますが、先ほどの数の子の件なんですけれども、はい、ご注文されていないということですので、こちら着払いにて冷蔵でちょっと返送していただきたいなと思いまして、ヤマト運輸の方にこちらから取りに行くのをお願いしておきますので、よろしいでしょうか。あ、いや、もう破棄したんですよ。あ、もう破棄しちゃったって言ってくれました。はい、もう、届いたのが17日でして、で、ちょっと中にメッセージが入ってたんですよね、よくわからないメッセージが。はい、これはどういう経緯で頼まれたものなんですか。こちらから、ご注文、小川亮様からご注文いただいてて、僕が頼んだことになってるってことですか。なってるんですね。それでのしとメッセージをお付けするということだったので、はあ、こちらののしとメッセージは私の方で
をご用意させていただいたんですけれども、いたずらということですね。そしたらこののしっていうのはこのなんか祝3万人やさぐれメタルって書いてるんですけど、はいはい、これはその依頼時にその僕が依頼したことになってるんですか。これはそうですね、あのご注文者様の送り先の小川亮様で、僕が頼んでるのに僕にこれを送るような頼み方をしてたってことですか。こちらの誰どなたのかあのご注文いただいたかはちょっとこちらでお調べはできないんですが、お支払いもコンビニ後払いっていう形で選択されていらっしゃる。コンビニ後払いってことはこれ後から請求が来るっていうことですかね。ただあのこちらが違うということであればもちろんあの請求書も発揮させていただくんですけれども。ちなみにいくらだったんですか請求分は。11,858円の請求書です。あ、そうなんですね。中にですね手書きのメッセージが入ってたんですよ。はいはい、これについては私の方で用意させていただいたメッセージです。これメッセージっていうのがあったので、これメッセージっていうのはこれは そちらの方がお書きになったってことですか。はい、あのこういうメッセージをつけてくださいっていう形だったので、あの皆さん、メッセージとかを付けされて、はい、贈答品とか送られる場合はのしとかメッセージをつけて送ってるんで、あ、これあのその頼んだ人の手書きではないんですか。これは、あ、手書きです。あの私が書いた手書きのメッセージを入れさせていただくんですけども、あ、まあ、例えばお誕生日おめでとうとか。なるほどですね。そのような形で手書きで、あ、そういうことなんですね、はい、ただ、まあ、こちら弊社の方では、はい、お客様が頼まれていないっていうのはわからないので、はい、お電話があって初めて気づいたっていうことになるんですけども、はあ、はい、ということは、まあ、このメッセージ自体はそのもともとこういうメッセージ入れてくださいっていう依頼があって、でそちらの方がお書き、はい、こちらそのまま書かせていただいて、そういうことなんですね。あ、はい、なるほどなるほど。いや、あの要はこの中にですね、これ多分頼んだ、まあ、その僕はいたずらだと思ってたんですけど、まあ、そのいたずらしたやつの手紙が中に入ってたと思ったので、はい、なのでもしそのこちらです。あ、なるほど。なのでもしその、はい、もちろんこちらの弊社から送らせていただいてる分で、はい、なのでちょっと少々お待ちください、はい、ちょっと斬新ですよね、その手書き、うん、手書きなんだけれども、これは、まあ、その業者様の方が書いたということで、ちょっとなんか、うん、斬新だなって思いますね。はい、はい、もう一度確認させていただいて、小川様の方に折り返しお電話させていただいてもよろしいでしょうか。あ、すいません、はい、わかりました。こちらにも確認させていただきますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。少々お待ちください。はい、折り返しすぐさせていただきますので、はい、はい、お願いします。失礼いたします。はい、失礼します。このようなメッセージが中に入っておりましたので、まあ非常に危ないと感じまして、まああの皆様もね、毒が入ってるかもしれないので絶対に食べないでくださいということもたくさんご意見いただきましたし、あの弁護士先生もですね、もうそれはやめといた方がいいということで、まあ、ちょっと詳細が分からなかったので、まあ、先日もお伝えした通り送りつけ商法に関してはもう届いた時点で、破棄することが可能ですので、まあ、ちょっと大変ね、もったいないんですけれども、まあ、ちょっとこういうことをね、した人間が、まあ、要は全て責任を負うということになってきますので、はい、まあ、この業者さんに対してはね、本当に貴重な数の子をね、無駄にしてしまったというのは非常に心苦しいところであるんですけども、まあ、今の内容からもうすでにね、いたずらで発注されたものだと。やはり僕が懸念していた通り後払い、まあ、後から請求が来るというような形での注文をされていたようです。これは犯罪です。完全なる犯罪です。はい。なので、またこれ、やさぐれメタルっていう名前も勝手に使われているわけですから、これはまあ、やさぐれメタルの方も、勝手に名前を使われたっていう意味ではね、被害者だと思いますんで、まあ、どちらからにおいてもですね、これは非常に悪質な行為であると。思いますね。前から言ってるけど、そのやさぐれメタルさんがもうやめてくださいっていう風に言わない限りね、要はやさぐれメタルのそれを隠れ蓑にしてこういう風な
犯罪行為が行われてるっていうことなんですよ。まあ我関さずでやさぐれメタルさんはもう何もそれについてね、訂正もしないし、注意喚起もしないわけなんだけれども、現に自分の名前が使われてこういう犯罪行為が行われてるってどうよ、本当にね。まあ、そういうのも含めてやっぱりもうそういうのやめてくださいと俺は絶対言う必要があると思いますよ、それはね。まあ、それでも俺は関係ないとか私は関係ないですって、まあ、やさぐれメタルさんは突き通すんだと思いますけれども、ちょっとこういう事態が現実に行われてるっていうことをね、本当よく考えた方がいいと思います。すいません、小川亮様。あ、そうです、はい。あ、こちらが注文してない数の子が届いたということですか。はい、そうですね、はい。でもお品物の方は、もう廃棄されたっていうことですか。あ、そうですね、はい。こちらのご注文者の方がちょっと特定はでき、こちらでは分からなくて、はい、分からなかったので、もうちょっともう、廃棄されているので、まあ、返していただくこともできないので。これは被害届とか出されますか。ちょっと代表の方にちょっとまだお話はできてないので、はい、そうですね、こちら としても、はい、まだ今、回答できないんですけども。はい、実はですね、こういった嫌がらせが今、いろいろと行われてるんですよ。御社様だけじゃなくて。要は、こちらが頼んでない荷物を勝手に頼まれて、で、後から請求されるっていう嫌がらせというか、まあ、これ犯罪なんですけど、それを、まあ、されておりまして、で、こちらとしましても、その警察の方にですね、被害届というか、まあ、状況とか説明してるんですけれども、こういったいたずら発注というのは発送した業者様じゃないとですね、被害届を受理してもらえないらしいんですよ。なのでこちらがどれだけその被害を訴えてもですね、被害届が出せないので、ぜひですね、御社様にそのおそらく IP のログとか注文の際に残ってると思うので、その辺は警察がしっかり捜査できると思いますので。はい、なのでしっかりとその警察の方にですね、被害届を出していただいて、はい、必ず犯人を、まあ、検挙していただきたいなと思います。なるほど、はい、はい、じゃあ内容の方にもちょっとその旨説明して。そうですね、はい、はい、ちょっとこちらではどうしても被害届出せないので、もう本当にもう被害を受けているのはもう御社様という形になってしまうので、はい、はい、で結構電話番号が書いてあったので、一応そちらの方にもかけてを見たんですけども、はい、まあ、全然もちろん違う方が出られて。あ、そうなんですね。で、そちらの方もすごい何件も小川亮さんですかっていうお電話が下がってくるそうなんですけど。あ、そうなんですね。相当悪質ですね、ということは。そうですね、結構まあ、何件もかかってきたっていうふうにおっしゃってたんで。あ、そうですか。まあ、同一人物の犯行だとは思うんですけれども、まあ、これ、逮捕しない限り終わりそうにないので、まあ、ちょっとこちらはですね、本当に対応していただきたいなと思います。かしこまりました。前の銀ちょっと検討させてもらって、はい。はい。まあ、こちらもね、商品をね。そうですね、本当に、もう僕も本当に、もう胸が痛い思いなんですけれども、ちょっと、中に毒とか入れられてたら本当にちょっと困るので、はい、なので、まあ、そういった形でちょっと廃棄させてもらったんですけれども、まあ、本当に、はい、被害を如実に受けておられますので、本当に対応していただきたいなと思います。わかりました、はい、はい、すいません、ありがとうございました。あ、いえいえ、ごちそうさまでした。はい、それでは失礼します。はい、はい、失礼します。はい、ということなんですけれども、こちらね、やった人、絶対に逮捕してもらわないといけないと思ってます。全然関係のない他人の電話番号を使って、要はリバースエコだけじゃない被害者も出ているようです。おそらく逮捕されるまで続けるんだと思いますが、本当に悪質です。これは、本当に、まあ、全国ニュースで取り上げるレベルの本当に悪質な
嫌がらせというか犯罪行為だと思いますので、こんなことが絶対に許されてはならないと思います。はい。なのでまあ、この業者様はね、インターネットを通して注文されてるわけですから、そのあたりは警察の方がね、しっかりと捜査することは可能ですから、やっぱり絶対に逮捕してもらいたいなと思います。まあ、ということで、今回のこれっていうのは、まあ、完全に、犯罪行為だったということでございました。はい。まあ、本当に、まあ、動画では言ってない嫌がらせとかも相当あるんですけれども、まあ、本当にね、数えきれないほどの犯罪行為をやっておられますので、本当に僕は実刑になると思ってます。これは実刑レベルです。相当の企業が迷惑を受けてます。本当に絶対に許されるべきではないと思います。